砂田武史樹は北海道札幌市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。横浜 DNA ベイスターズ所属。高校野球の経験者であった岐阜の影響で小学校2年時に野球を始める。札幌市立伏見中学校時代は札幌南シニアに所属した。秋田市にある名桜高等学校への進学後は1年生の春からベンチ入りを果たした。 しかし、気球でに支給を受けるアクシデントなどの影響で、在学中には春夏とも甲子園球場での全国大会に出場できなかった。3年生の夏には、選手権秋田大会準々決勝で敗退したが、大会通算投球回数25イニングで、自責点1、40奪三振という好成績を残し、NPB 球団のスカウトから一躍、注目されるようになった。 2013年の NPB 育成ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから一巡目で指名。支度金300万円、年俸300万円という条件で育成選手として入団した。入団当初の背番号は111で契約の際には DNA 球団のイメージを投手としての手本である三浦さんがいるチームと表現した。 NPB ドラフト会議で指名された秋田県在住の高校生は2004年に広島東洋カープからの一巡目指名で支配下登録選手として入団した佐藤健史以来9年ぶりであった2014年にはイースタンリーグ公式戦7試合の登板で2勝1敗防御率2.79をマークシーズン終盤からフェニックスリーグへ参加すると クライマックスシリーズに向けて調整していた阪神タイガースとの対戦で阪神の主力打線を5回に失点に抑えた。2015年には6月7日に支配下選手登録へ移行し背番号を68へ変更。6月14日の対北海道日本ハームファイターズ戦で先発投手として一軍公式戦へのデビューを果たした。7月8日には 対広島東洋カープ戦で先発。打席で、初安打、初打点を記録し、先発投手としても5回無失点という口頭で1、軍公式戦初勝利を挙げた。この時点における、砂田の年齢は19歳11ヶ月で、NPB の球団へ、育成契約で入団した投手による1、軍公式戦の勝利では、史上最年少の記録。10代の育成出身投手による、 公式戦の勝利は史上初で DNA 球団のサワン先発投手による勝利としても2013年9月19日のエンジェルベルト外以来657日ぶりであった。さらに9月5日の読売ジャイアンツ戦でシーズン3勝目を挙げたことによってセントラルリーグの育成出身投手による一軍公式戦デビュー年の最多勝利を記録した。一軍公式戦全体では 14試合の登板で3勝5敗、防御率3.20を記録。シーズン終了後の11月には、イースタンリーグの優秀選手賞を受賞した。12月5日には、秋田県出身、NPB 選手8人とともに、同県大立市で開催のシンポジウム、夢の向こうに、イン秋田に参加し、シンポジウムに参加した、県内の高校球児を指導した。 また、背番号を47に変更した。2016年には、公式戦の開幕直後から、先発ローテーションに定着。4試合目の登板だった5月5日の対東京ヤクルトスワローズ戦でシーズン初勝利を記録したが、以降に先発で登板した7試合では、結果を残せず、一時は1軍と2軍を往復した。9月中旬以降は、救援要員として1軍に定着。 9月23日の対巨人戦では、6回裏に、四万塁からの登板で1回1、3を無失点に抑えると、チームの逆転勝利によって1軍では、自身初の救援勝利を挙げた。公式戦全体では、17試合の登板で2勝2敗、防御率3.78を記録。救援登板では、通算9試合で1点も許さなかったことから、監督のアレックス・ラミレスから、 先発とリリーフで二人の砂田を欲しいとの評価を受けた。チームがレギュラーシーズン3位で初めて臨んだ巨人とのクライマックスシリーズ第3戦では同点に追いつかれた直後の6回裏一死から登板し安倍晋之助を見逃し三振に仕留めたことを皮切りに三者連続で三振を奪うなど2イニングを無安打無失点に抑えた。チームも延長十一回まで戦った末に勝利。 球団史上初のファイナルステージ進出に貢献した。この試合については、シリーズ終了後の契約公開の際に、マウンドに上がるときとベンチへ戻るときの歓声が印象に残っていると述べた。2017年には、前年に続いて、レギュラーシーズンの開幕から、中継ぎ投手として公式戦への登板を重ねた。4月中旬からは、セットアッパーの一角に定着。 一軍公式戦全体では、スペンサー・パットンと並んで、チーム2位の62試合に登板。通算防御率は4.12で、1勝しか上げられなかったものの、チーム3位の26ホールドポイントを記録した。チームのレギュラーシーズン3位で迎えた、ポストシーズンでは、ワンポイントリリーフや、ショートリリーフに起用され、クライマックスシリーズ全体で8試合中3試合。 福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズで6試合中5試合に登板した。11月2日の日本シリーズ第5戦では1点ビハインドの6回表に登板すると三者凡退に抑えて交代。チームが交代後の6回裏に勝ち越すとそのまま勝利し、砂田もこのシリーズで自身唯一の白星を手にした。2018年には左のセットアッパーとして登板を重ね、 レギュラーシーズンの開幕からシーズンの終了まで1軍に帯同し、1軍公式戦でチームトップの70試合に登板。0勝2敗ながらチーム3位の24ホールドを上げ、防御率を3.61にまで改善した。シーズンの終了後には推定年俸7200万円という条件で契約を公開した。2019年には、 レギュラーシーズンの開幕から1軍公式戦で救援登板を重ねたが1軍と2軍を3回にわたって往復した。イースタンリーグ公式戦では28試合の登板で防御率0.93を記録。レギュラーシーズンの1軍公式戦では16試合の登板で防御率5.11、ホイップ2.35、被打率375と振るわず、 チームのレギュラーシーズン2位で臨んだ CS では当番の機会がなかった。一軍公式戦では左打者へのワンポイントリリーフで起用される機会がありながら対右打者の左率が280であったにもかかわらず、左打者には左率が452に達するほど打ち込まれていた。本人曰く、 前年の成績を落としたくないという思いから、トレーニングで疲れた挙句パフォーマンスが低下したら、どうしようというマイナス思考が強く出てしまったとのことで、シーズン終了後の契約交渉では、前年から1600万円減の推定年俸5600万円という条件で契約を公開した。2020年には、イースタンリーグ公式戦で29試合の登板で、防御率1.32を記録する。 しかし、シーズン終盤まで1軍での起用はなく、10月1日に1軍登録されると、シーズンの終了まで1軍に帯同。左打者へのワンポイントリリーフや、ロングリリーフとして17試合に登板した。防御率2.65、ホイップ0.88と高成績を残し、前年打ち込まれていた左打者に対しては左率、094と完璧に抑え込んだ。 最速時速 147km のストレートとスライダー、カーブ、スクリューの3種類の変化球を持つ。右打者の内一角に投げ分けるキレのある直球と左打者の外に逃げるスライダーを軸に急速時速 100km 台のカーブなどで緩急をつける。2018年には新たにフォークボールを習得している。課題は体の柔軟性で2019年のシーズン 終了後からは、ヨガやピラティスに取り組んでいる。目標とする選手に、三浦大介と藤井修豪を挙げ、両者が DNA の現役投手だった時期には、技術、精神の両面で、二人から直々に、細かなアドバイスを受けている。砂田の印象について、三浦は、自分が20歳の時に比べるとかなりしっかりしている。藤井は、もう完成に近かった。 教えることないなって思ったと述べている。特に藤井は砂田に自分のグラブをプレゼントするなど目をかけており、チームを離れた今でもその動向を気にしているという。ゲームセンターで UFO キャッチャーの景品だったアライグマラスカルのぬいぐるみに一目惚れして以来集めるようになり、それを知ったファンからラスカルグッズのプレゼントも多く、実質にも多く飾られているという。練習用のグラブには、 ラスカルの刺繍が施されている。DNA 入団後の2019年シーズン中にミスユニバース大阪大会で準グランプリの受賞経験がある社長秘書と交際。交際開始から3ヶ月後の9月20日に結婚した。ありがとうございます。